じいちゃん、ごはん。あ、おはよう。おいでよ、早く。あ、行くよ。行ってきたよ。あ、ちょっと、これ持ってって。お香香、ありがとう。イサムちゃんは？イサム、いただきます。イサムちゃん、イサムちゃん、イサムちゃん、お顔洗った？洗ってよ。ダメダメ、夕べのお玉まだお口の周りについてる。サムちゃん、さっさとなさい。洗ってきたの？洗ったよ。こそだと思ったらタオル濡れてるよ。そう。本当かな？はい。いただきます。お先に。うん。これ出しといてくれ。はい。よく噛んで曲がり。早いんだね、今朝。ええ、ちょっと気になる患者があるもんですから。ああ。はい。じゃあ、帰りに東京駅にお迎えに行きますから。うん、ご苦労だね。じゃあ、行ってまいります。行っちゃい、行っちゃい、行っちゃい。お兄さん、急がないとあと7分よ。お前も来るのか。え、どこでやる。いいの、おのりこさんと打ち合わせしてあんの。そうか、いってらっしゃい。ごちそうさま。ザムちゃん、さっさとお上がんなさい。おじいちゃま、大和のおじいさんはどんなものを好きなんでしょうか。うん、別にごちそうはいらんだろう。好きなのはおからなんだけどね。僕も好き。いいか、黙ってわかんなさい。グッドね、イサムちゃん。ごちそうさま。
おはよう。あ、おはよう。お兄さんは？この前の電車。そうですか。なんだか心配な患者さんが。そうなんです。僕は昨夜帰ったら11時だった。そう。面白いですね、地方系の人々。どこまで読みになって？まだ4巻目の半分です。そう。まただ。うん。じゃあ、ご褒美あるぞ。ほら。おじいちゃん好きか。うん。うん。大好きなら持ってやるぞ。大好き。お、そうか。ほら。大好き。うん。ほら。大好き。うん。ほら。大好き。よし。よし。よし。うん。切れるよ。ほら。ほら。これ決まったよ。日清製紙のオーダーだ。旭化工の方はどうなったんでしょう。あれはまだペンディングだ。このごろコーヒーどこが甘いんだい。ルナなんかどうなんでしょう。西銀座の狭いうちですけど。ルナか。あけみ、さっきのも社長に渡したかい。ええ、なんか。そうか、そんならいいんだ。はい。こんにちは。よう、来たの？借金取り。こんにちは。こんにちは。お忙しい？専務さん。ああ、忙しいね。結構ですわ、お忙しくって。ありがとう。どうしたい、この間あれから。大変、ヤーさんがまた例の長唄始めちゃって。ついに中の弁慶なのか。おかげでお母さんの心臓また悪くなったらしいわ。大丈夫だよ、しないしないよ、あのババ。まあねえ、聞いた、千秋子結婚するんだって。うん、知らない。誰と？ほら、知らないかな、津村さんって。津村さん？うん、早稲田のバスケットの。知らない。恋愛？うん、千秋子もやもやしてたのよ、長いこと。その目その目、売れ残りが二人集まって。はい、バターでも知らないよ。すいません。どういたしまして。出かけるよ。どちらへ？ホテル。ロバートさんから電話があったら2時までに伺って。はい、センスさん、私もそこまで乗せてって。違うよ、ここが。いいの、ホテルから回ってもらう。ねえ、帰りに寄らない？今日はダメ。
そう。じゃあ、さよなら。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 ギャレージ。あ、シャコ。どうだい。たくさん。うん。はい。ずいぶん飲めるのね、のりこさん。だって美味しいんだもん。お姉さんどうも少し。うん。いや、もうほんの少し。よせよせ。無駄だよ。森に飲むことない。なんだい。そういう人よ、お兄さんって。そうよ、いつもね。ね。何が。そういったとこがあんのよ、お兄さんには。自分で進めといてすぐよせよせなんて。だってもうたくさんってものは無駄じゃないか。でもそこがエチケットってものよ。どこが。お姉さん、天ぷらおいしい。うん、とてもおいしい。そう。お前たちはね、何かというとすぐエチケットエチケットって、まるで男が女に親切にする法律かなんかみたいに思ってるけど、それはそういうもんじゃないんだ。男にしろ女にしろ決して他人に迷惑をかけない、いかなる意味においてもだよ。それがエチケットというものの真偽なんだよ。分かっちゃいるのね、お兄さん。関心に。分かってないのかと思ってた。バカ。のりこさん、ご飯にする？うん、いただくわ。そう。飯を食うのもいいが、とにかく終戦後、女がエチケットを悪用して、ますますずうずうしくなってきつつあることだけは確かだね。そんなことな。これでやっと普通になってきたの。今まで男がずうずうしすぎたのよ。しっかりしっかり。お前そんなこと思ってるから一枚たたってお嫁に行けないんだ。行けないんじゃない、行かないの。行こうと思ったらいつでも行けます。嘘つけ。でもお医者さんだからおいしなさいね。もちろんよ。何を言う、困ったやつらだ。兄さん、銀座歩くんだったらもうそろそろご飯にしないと。そうか。9時45分だったね。まだ大丈夫だな。大和のおじい様はこの前いつだったかしら。終戦の翌年よ。まだ入場券がなくて東京駅でまわまわしちゃったじゃない。そうそう、私まだ門番入ってた。なかなか達者なおじいさんだよ。いや、やっぱりおいしいご飯。大和のうちの離れにかかってたの覚えてますよ。もう一本兄さん、洗面のがありましたね。やっぱり大河堂ので。え、大河堂の洗面の。ああ、売ってしまった。そうですか。これもなかなかいいな。何もかもたこうなりよって、えらい世の中や。ご苦労ね、日曜なのに。いや、帰りに何か買ってきましょうか、お姉さんのごちそう。でも硬いもんだと召し上がれないから。そうですね。じゃあ行ってまいります。ご苦労様。これおじいさまや。はい。じゃあお姉さん、それでいいのね。え、おじいさま、お茶。はい。
リコさん、いくつになんなすた？28です。あ？28になりましたよ。ああ、そうかい。もうそろそろやらないと。嫁に行こうじゃない、向こう取ろうじゃなし、タイの浜焼き食おうじゃなしか。じゃあお姉さん570円。お釣りね。いいわよ。よかないわよ。あるのよ。はい、どうも。でもあんなごちそう、うちでこしらえりゃ3分の1にできちゃうわね。だけどあんなにおいしくない。だけどみんなで食べられる。忘れてった、銀座でコーヒー飲んだの。いくらだった？いいのよ、あれ私のおもり。ダメよ。いくら？いいってば。そう？じゃあごちそうさま。おばちゃん。何？何よ。何？ヤマトのおじいちゃん、つんぼかい？つんぼじゃないわよ。だってさっき聞こえなかったよ。聞こえるわよ。もっとでかく出えよ。パーパおじい様、お疲れにならない？そうかい。のりこさん、いくつになったい？28です。もう嫁さんに行かにゃいかんな。おじい様、いいとこありません？大和に。とってもお金持ちで、一生何にもしないで遊んでられるようなとこ。おじい様、ご存知ありません？いい天気だ。こんにちは。いいわね、みっこちゃん、おばあちゃまと。どこ行くの？あんまりお天気がいいもんですから。お父ちゃまお留守番？いえ、お宅のお兄様と。あ、学会ね、今日。なんですか、あれでお役に立つんでしょうか。お兄様、ご迷惑だろうと思ってね。そりゃ、健吉さんの方がよっぽどご迷惑よ。綺麗なおべべね。うん。あ、ヤマトからお客様お見えになったそうです。今そのお供。うん、そうですか。サム、お父じいちゃんにキャラメル貸してみるよ。うん。うわ。また髪食っちゃった。
あぐん強じゃ善にもと世の例えにも言う通り親の嘆きが不憫さに娘の命を助けんと腹に徳にも困ったを練り工事に頼るのに薄木や坊主の宗主が頭の丸いを精に子供で死がを忍ぶがおか神の道に死ぬ世の神風よりは恋子も風を吹かして大胆にも伊豆の神の神屋敷おじいさんびっくりしちゃってるわよきっと。でも聞こえるかな。ずいぶん耳遠いのよ。大丈夫よ。だから前の方のいい席取ったんだもん。遅いわねおたか。いつまで風呂入ってんだろう。おたか何だって飛び出してきちゃったの。なんだか私がちょいと丸の内まで行って帰ってきたらここに座って目真っ赤にしてんの。どうしたのって聞いたら今晩止めてねって言うの。やったらしいのよ。だって評判だったじゃないの。お高んとこ円満だって。円満すぎたんだよきっと。のりこ来てたの。いいお湯だった。いつ来たの。さっき。何よ何見てんのよ。円満すぎたのよね。何があんたんとこ円満なもんか。なんで喧嘩したの。つまらないことなのよ。つまらなかないわよ。どうしたのよ。犬がいるでしょ。どこに。うちによ。チビ。その犬が旦那様のパイプかじっちゃったんだって。だって置きっぱなしにしとくんだもん。犬だってかじるわよ。いいパイプなんだって。ロンドンかどっかの。それが私の責任だってのよ。尺に触ったから毎日人参ばっかり食べさせてやった。犬人参嫌い。犬じゃないわよ。うちによ。馬なら張り切っちゃうんだけどね。バカ。それでとうと今朝ぶつかっちゃったの。正面衝突。なんだそんなこと。そう言うけど悔しかったわよ。そりゃ我慢しなくちゃ。そのくらいのこと。あんたお嫁に行ったんでしょ。そうよ。だったらそのぐらいのことねえ。そうよ当たり前よねえ。旦那様なんてみんなそんなもんよ。勝手なもんよ。だから私たちお嫁に行かないのよねえ。そうよねえ。何言ってんの。実績もないくせに。実績お嫁に行かなきゃ分かんないのよ。行ってから分かったんじゃ遅いのよねえ。ねえ私帰ろ。そりゃ帰んなきゃねえ。そうよ当たり前よねえ。人参食べたんだもんねえ。私いる。帰んないの。帰んないわよ。えらいえらい。泊まってらっしゃいね。いやよ。じゃあ帰んの。いやよ。どっちよ。貴子さん私から電話よ。あそうですか。どうも。ねえあやちゃん、どうだろうねあのこと。何。あのことさ、お願いしてみようかね、のりこさんに。何のこと。ここだよ、ここ。ねえのりこ、お兄さんに一度見ていただきたいっていうのよ。伺っていいかしら、病院。おばさま。ええ、なんですか、ここのとこちょいとご酒いただくでしょ。これくらいのちいちゃなおちょこに2、3杯でもう。飲まなきゃいいのよ。そうはいきませんよ、お客様のお相手だもの。もうドッキンドッキンしてこんななの。恩給がいいって聞いたもんだから。ほら横浜の先の。ほらなんて言ったっけ。分かったわよ。もうあんたじゃありませんよ、のりこさんですよ。いいわよ、私から話しとくね。のりこ、そう言っとくわ。そうですか、すいませんね。お願いしますわ。あそうそう、スームさんいらしてるわよ。お2階この上。お一人で。たった今ちょいちょい行って会ってこようかな。何まだ大丈夫ね。のりこまだいる。帰んのあんた。帰るわよ私。どうもいろいろ。何言ってんの。まあお座んなさいよ。いっぺんそうしちゃいられないのよ。待ってんのよ、お相手の角で。誰が。人参。そうごめんなさい。帰んなさい、さっさと。チャーコの結婚式あんた行くわね。行くもんか、そんなとこ。
ごめんください。おう、来てたのか。こっちへ。で、あの、お出かけになった後、ヒルエンタプライズからお電話がございました。ああ、どうしたい。おっしゃったようにお返事しておきました。ありがとう。そうか、まあ、いっぱい行こう。どうも。お、お、ちょうどよかった。ちょっと話があるんだ。ねえ君。何ですの。どうだい、お嫁に行かないか。行けよ、いい加減に。いいのいるんだ。俺のちょいと先輩で、やっぱり正代出たやつでね、長いこと軽かったに言ってたんだ。真鍋ってなかなかできるやつなんだよ。まあ童貞のほどは保証しないが、初婚なんだ。うん、写真あるんだ。よくわかんないな。こいつだ。見ろよ。これもそうだ。ゴルフも俺より上手いし、男前も俺より強いていいかな。私。なんだい。あの、ちょいと人を迎えに行かなくてなりませんから。なんだ。逃げるのよ。いいえ、母たち歌舞伎へ来てるもんですから。そうか。じゃあ俺の車使いよ。じゃあ新橋まで。あ、いいよ。ではごめんください。おい、これ持ってけよ。持ってってよく相談してみてよ。いいからさ、持ってけよ。じゃあ拝借して。ああ、ごめんください。どうも。大和のおじい様、もう眠いんじゃありません。お兄様、お疲れになったでしょ。いや、お休みになりましたら明日お早いんですし。よかったね、今日の芝居は。若いもんがなかなかようやるよ。どうしてどうして、えらいもんじゃ。そうですか。じゃあ僕も一度見るかな。ようござんしたわ、お気に召して。うん。寝ようか。はい、寝ましょうか。一度大和へも来んかな。はい、行きますよ。これでのり子でも片付いたら。うん、来た方がええ。おしげさんもな。大和はええぞ。まほろばじゃ。いつまでも若いもんの邪魔しとることない。そうですよ、この村は小市が何もかもやってくれてるんで。伺いますわ、ぜひ。どうだ、寝るか。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。そう、大和のおじい様にもあんのよ、その話。あ、そう、急に売れっ子だな、すごいな。どうなの、専務さんの話って。よく聞かなかった、急れたから。いい、このお湯いただいて。いいわよ。
宮先生ご面会です。誰？築地の田村さんたちはご婦人の方で。ああそう、隣へお通して。ああ君、6号室の反応出たかい？まだ出ませんが。おかしいな。あ、いらっしゃい。はじめまして、間宮です。はじめまして、あら子の母でございます。さあ、どうぞ。あ、ありがとうございます。まあ、なんですか、いつもいつも早くはもうのりこさんに。いや、なんですか、心臓が悪いとか。ああ、それでね、ぜひ先生に一度見ていただきたいと存じまして。いや、僕でわかるかどうですか。いいえ、そんな。それでね、お忙しいのに帰ってご迷惑かとも存じましたんですけどね。いや、そんなことはありません。そうですか。でも先生、のりこさんも本当にお話で、あやこともよかったよかったってお噂してるんでございますよ。何でしょうか。あら先生、専務さんからのご縁談。ああ、そうですか。とてもいい方なんでございますよ。立派なお若いのに松川商事の常務さんでね、とても評判のいい切れる方なんでございますよ。そうですか。お国は確か四国の善通寺で、何ですか、とても旧家だとかって、まだお屋敷はそのまま残ってるなんておっしゃってましたわ。そうですか。じゃあ拝見しましょうか。はあ、どうぞ。そうですか、本当にお忙しいとこ申し訳ございませんですね。いや、おかえりなさい。うん、お早かったのね。うん、のりこまだかい。え、今日はお友達のご婚礼。誰？ちゃこさんってあなたご存じないわ。お風呂空いてんのよ。そうか、今お父様入ってらっしゃる。うん、今日来たよ、築地の。ああ、綾子さんのお母さん。うん、大変なやつだよ。よっぽど悪いの心臓。いや、耳鼻科へ回してやった。鼻が悪いんだよ。まあ。お父様、いかがですお加減。ああ、いい湯だよ、ちょうどいい。そうですか。なあ、おい、のりこの話、専務からの、なかなか良さそうなんだよ。お引きになったの？うん。築地のばあさんが今日そう言ってたんだが、どっかの会社の常務なんだそうだ。そうですか。見たとことても立派そうな方。見たのか？ええ、写真で。写真持ってるのか、のりこ。ええ。イサムちゃん、あっち行ってらっしゃい。どんな男だい？ゴルフの写真で顔はよく見えないんだけど。あっちへ行ってらっしゃい。それは優しそうじゃないか。私もそう思うの。誰かにもう一度聞いてみようか。え、きっといいんじゃないかと思うのよ。なんだかそんな気がするわ。あっちへ行ってらっしゃい、勇ちゃん。それは良さそうじゃないか。私もそう思うの。うん、6、7、8、9、90、1、2、3、4、5、6、7、8、9、100、叩いて200、20円。もう少しおまけしてくれなきゃ。イサム、おばあちゃんの肩叩けよ、おまけの分。今度イサムちゃん叩いてくれんの？ありがとう。ねえおばあちゃん、20円もらうだろ、300円になっちゃうんだよ。そう、そんなにお金貯めてどうするの？レール買うんだよ、汽車の。持ってるじゃないの、あんなに。ほんと長くするんだい、ナイスも。うん、そう。ああ、いいお湯だった。今ちょうどいい。
ねえお父さん。のり子に縁談があるんですがね。おお、そうかい。なかなかいいんですよ。そう、そりゃいいね。もうやらないといけないよ。28ですからね。そうだよ。いい話だといいね。いいんですよ。調べてみると思うんですが。それは調べてくれよ。ご苦労だけど。早速ね。でもそんなこと言っちゃかわいそうよ。そうかしら。それは誰だってすますわよ。でもちゃーこのあんなすました顔初めてよねえ。え、嫌に気取っちゃっておちょぼ口しちゃってさ。あんたはどこだった？新婚旅行。修善寺。私熱海。行ったら雨に降られちゃって、その晩から3日間どこも出られないのよ。それで何していいか分かんないでしょ。毎日雨降ってんだもん。ちょいとマリー、あんた何をと思ってんの？報告よ、ドキュメンタリー。だからバンドさんにそう言ってコマ買ってきてもらったの。コマ？うん、あるじゃない、ほら、コキかなんか書いてある。あれ回しっこしてたのよ。あ、そう。とってもうち強いのよ。あ、そう。だもんだから。あ、そう。ダメよ、未婚者のいる前で。毒よ、バカバカしい。私たちコマなんか回さないわよ。ねえ、赤ん坊じゃないんですもの。ねえ、分かんないのよ。ねえ、未婚者にはねえ。そうよね、かわいそうなもんよ。ねえ、おたか、あんた言うとこないよ。何さ、どうしたの？だらしがないのよ、こいつ。私帰ろ。結婚してみなきゃ人間の本当の幸福なんてものは分かんないものよ。未婚者にはとやかく言う権利なし。おっしゃいますわね、人参女子。未婚者には権利なし。幸福なんて何さ、単なる楽しい予想じゃないの。競馬に行く前の晩みたいなもんよ。明日はこれとこれとこれ買って大穴が出たら何買おうなんて、一人でワクワクしてるようなもんよ。違う、権利なし。権利なし。あんた何さ、しっかりしっかり。私も帰ろ。帰れ帰れ、幸福なる士族。ねえ、いっぺん鎌倉行かない？のり子のとこ。いらっしゃいよ。いいわよ、これから。今度の次の日曜どう？そうね。あや、あんたどう？私はいつだっていいわよ、みこしたもの。ねえ。まだ言ってる。どうだった千和子さん？とても可愛かった。立派なご披露。お洋服？うん、うん、お振り袖。お姉さん食べない？あんな懐かしい。何？まあショートケーキ美味しそうね。帰りにみんなで銀座へ出た。今度の大人気をみんなで鎌倉へ来るっていうのよ。そうじゃないか、ご子息考えなきゃ。はい、どうぞ。あなたは？うん、私の。そう、じゃあ私いただこう。面白いのよ姉さん、私たち集まるでしょ。いつも二組に分かれちゃうの。お嫁に行った組と行かない組と。今日も綾が一人で大奮闘。どうして？だって私たちのこと未婚者未婚者って軽蔑するんだもん。だったらあなたも早くお嫁に行けばいい。お姉さんも向こう組？そうよ。なんだ。じゃあ私も行っちゃおうかな。
言っちゃいなさいよ。どうなの専務さんのお話。いいんだって、とってもいいんだって専務さんおっしゃるんだよ。びっくりした。起きてらしたの。おい、専務の話嫌でもなさそうじゃないか。そうなのよ、大丈夫らしいわ。うん、のりこ乗り気らしいね。ちょっと来てみろよ。おいしいわ、とてもおいしいわ。昔の味。そう、じゃあ今度たくさん買ってくる。どうぞ。おい、のりこのやつへそ曲がりだからうまく効くんだぞ。分かってる、任せといて。お父さんも大体賛成なんだってなこと言ってみろよ。あんまりくどくなくな。え、大丈夫。いいな、マクヒロ。ご無沙汰ばっかりして。今日若奥様、あ、ちょっと買い物さあ、お果てになって、まあ、こんなものお口に合いますか。どうですか。今朝土浦から送ってまいったんでございますよ。あ、なんでしょう、いつもいつも。いいえ、とんでもない。今朝ね、奥様、妙な人が参ったんでございますよ、宅へ。どんだった。いいえね、私も初めてなんでございますよ。ちょっとこう頭を開けて、眼鏡かけて、このくらいの黒いカバン持ってね。ですから私、母は税務署かなと思ったんでございますよ。ところが奥様大違い。どなたでしたの。ほら、よくあるじゃございません、更新所。へえ、お宅ののりこさんのことを聞きに参ったんでございますよ。まあそうですか。ですから私もね、これはきっとのりこさんにご縁談があって、その下調べに来たんだなと思いましてね。先方はどなた様って聞いてやりましたんでございますよ。そう、そうしたらヒヒヒヒなんて頭かいてごまかしてんで、私尺にしちゃっちゃって、あんな立派ないいお嬢様ってめったにないわよ。そう言って追いつけてやったんでございますよ。まあ嫌なやつでね、何でもよく調べてるんでございますよ。お宅の庄司さんとうちの県知とか同じ高等学校だなんてことまで。まあこんにちは。いや、いらっしゃい。県知がいつもご厄介になりまして。いや、どうです、お元気ですか。は、おかげさまと。県知君も立派になられて、あなたもお楽しみだ。いえ、もう何ですか、嫁が亡くなりましてから本ばっかり読んでおりまして。一昨年でしたな。はあ、早いもんで。お宅の庄司さんも。いや、あれはもう帰ってきませんわ。でもこの頃になってまたポツポツ南方から。いや、もう諦めてますよ。どうぞ。これはまだ庄司がどっかで生きてると思ってるようですがね。ご無理ございませんわ、本当にね、奥様。
本気よく毎日ラジオの尋ね人の時間なんか聞いてますよ。人間って不思議なもんですね。今あったことをすぐ忘れるくせに、庄司が元気だった自分のことははっきり覚えてるなんて。いや、もう帰ってこないよ。確か兵隊前通じだったな。うん、前通じだ。真鍋って男知らんかな、松川庄司の。いや、知らん。なんだよ。うん、知らなきゃいいんだ。坂口は前通じだろ。そうかい、坂口。あいつに気は分かるだろう。なかなか顔も広いし。これは関だな。うん。こいつはここか。いや、ここだ。本当かまたバカに子供が増えたな。うん。日曜はことにうるさい。うちなんか今日は大変だよ。大勢集まってきて。とてもいられたもんじゃない。お気をつけろ。こんなにこれみんなんだ。僕に8本しかないんだもの。買ったよね。あんたのお小遣いで買えばいいじゃない。足りないよ、もっと長くするんだ。なあ、サム買ったよね。お母さん、お父さんに伺ってみる。頼んだよね、お父さんに。31ミリケーキのだよ、忘れないでね。きっとだよ。ずるっこいな。黙ってろ。おい、お母さんも買ってくれよ。いやよ。チュン。いらっしゃい。こんにちは。マリ来られないんですって。電話かかってきたのよ、出かけに。あ、そう。お高まだ、うん、まだ。まあ、すごいわね。まあ、大変ね。聞くよ。お邪魔に上がりました。ようこそ。さあ、どうぞ。まあ綺麗。これつまんないもんだけど、お母様に。そう、どうもありがとう。いいわね、綺麗な空。うちなんかまるで空ないみたい。お父様は？お母様と博物館。そう。マリ、なんだって？旦那様が急に出張なんだって。とても来たがってたけど。そう。不自由なもんね。私だったら来ちゃうんだけど。そうもいかないのよ、きっと。だってこうともや来られんのよ。女中だっているんですもの。でもいろんなことがあるんじゃないかしら、お嫁に行くと。未婚者にはわからないけど。そう。ね、食べない？うん。いいわね、鎌倉。私もこんなとこ住みたいな。のりこさん、お電話よ。
はい。大磯からよ。あ、そう。もしもし、あ、おたか、どうしたの。え、あ、そう。うん、うん、あ、そう。お高からよ、電話。大磯行ってんだって。大磯。お父様終わるんだって。嘘だ。おとついの新聞出てたわよ。お高のお父さんの車中だ。そう。なんだ。自分で言い出しといて。どうして来ないんだろう。振られちゃったのよ、私たち。ちょいとした小じゅうとだもんね。うん。学校自分はあんなに仲良かったのに、みんなだんだん遠くなっていっちゃうのね。しょうがないのよ。そういうもんらしいわ。いやね。ねえ、後で海行ってみない？うん、行こうか。ねえ、食べない？うん、食べよう。あ、そこのジュースちょっと取って。しかしなんだね、うちも今が一番いい時かもしれないね。これでのり子でも嫁に行けばまた寂しくなるし。そうですね。セムさんの話どうなんでしょう。うん、よきゃいいが、もうやらなきゃいけないよ。ええ。もんだ。光一が嫁をもらう。孫が生まれる。のり子が嫁に行く。今が一番楽しい時かもしれないよ。そうでしょうか。でもこれからだってまだ。いや、旅行やキリがないよ。ああ、今日はいい日曜だった。ちょっと何だった？ん？おお。どっかで飛ばした子がきっと泣いてるね。高一にもあったじゃないか、こんなことが。ええ。うん、もしもし、そうです。鎌倉お出になりました。あ、ありがとう。あ、もしもし、文子か、俺だ。今晩帰らないがね。うん、ちょっと気になる感じがあるんだ。のり子帰ってきたか。そうか。専務の方の話、なかなかいいんだよ。うん、坂口に聞いたんだ。
あ、帰ったら話する。うん、それだけだ。あ、そう。え、わかりました。え、あ、そう。じゃあおやすみなさい。お兄さんお泊まり？ええ。まあ立派ね。とてもおいしそう。いくらこれ？900円。900円？これ。そうよ。これが？高いのね。そんなに高いもんなの？そうよ。私も食べるの嫌になっちゃった。何言ってんの？お皿出して。私頼むじゃなかった。お皿お皿。憂鬱ね。何だってこんなもの頼んだんだろう。大失敗。のりこさん、半分出してね。私？いやよ。あ、出す出す。本当に出すのよ。ええ。はい。でも高いな。でもここのが一番おいしいのよ。でも高い。いい系統が半分で買えるじゃない。でもいいか、たまだから。こんばんは。どなた？矢部です。いらっしゃい。お兄さん、今晩ひょっとすると。あ、今電話あったの。今晩お泊まりですって。あ、そうですか。どうぞ、騒がなさいよ。じゃあ、ちょっと。こんばんは。どうぞ。いや、どうもわざわざ。いや、どういたしまして。おじさん、おばさんは？もうお休み。どうぞ。いや、いいとこに来ちゃったな。いいんですか、これいただいて。どうぞ。今日何かあったんですか？何？こんなのお宅じゃちょいちょい召し上がるんですか？そうちょいちょいでもないけど。ちょいちょい食いたいな、こんなの。いただきます。どうぞ。高いんでしょうね、これ。うん、安いの。ね。うん、安い安い。平気平気。うまいな。のりこさん、おめでたいお話があるんですってね。そう。聞きましたよ、あるんだって。あ、そう。素敵ね。どこに？ね、奥さん、あるんでしょ？そうね。あんたにもあるんだったじゃないの。僕にですか？おばさん、そう言ってらしたの？いや、それはおふくろが一人で考えてんですよ。でもいいと思うな。おもらいなさいよ。ね、お姉さん。そうよ。みこちゃんにだってその方がいいと思うわ。いいお話らしいじゃないの。いや、おふくろが一人でやきまきしてるんですよ。奥さん、召し上がらないんですか、それ。召し上がらなきゃいただきますよ。食べんのよ、私。そうですか。そうだな。しかし、うまいですね。隠して。何よ。みのりちゃん、こんばんは。お母
帰りなさい。うん。おいさま、電話だぞ。電話かかってきたぞ、父さん。死ぬ死ぬ。すごいな。すごいすごい。待ってろ、慌てんな。ありがてえな。死ぬ死ぬ。なんだ。噛んだね。やかましいよ。お母さんは？洗面所かしら。お母さん。お母さん。おいおい。お母さん、のり子の話ですがね、なかなかいいんですよ。そうだってね、夕べ電話で。坂口の話だと、善通寺でも指折りの名家で、そこの次男なんだそうだ。そう。新四六にも出てるんですが、なかなかやり手な、しっかりした人らしいんですよ。あ、そう。結構なお話ね。お年は？明治43年だから、いくつになるかな。42ですか。42？ 万だと40ですかね。40ね。そんなお年の方なの？しかし年は問題ならんと思うんだ。でも一回りの世も違うとね。そうですね。じゃあいくつならいいんだい？のり子だってもう若いとは言いませんよ。そんなこと言ってた日にはいつまでたったって嫁なんかやりやしない。立派な相手ならいいじゃありませんか。こっちだってそう贅沢得る身分じゃないんだ。でもなんだかかわいそうな気がして。かわいそう？何がです？何がかわいそうなんです？お母さんなんかがそんな風に考えてらっしゃるんじゃ、のり子の方がよっぽどかわいそうだ。そうかしら。そうですよ。そうじゃありませんか。お母さん少し欲張りすぎてやしませんか。今までだってそうだ。だってそりゃ。だってなんだ。のり子さんどう思ってらっしゃるか。のり子の気持ちはわかってるじゃないか。お前そう言ったじゃないか。でも。わからないっていうのか。乗り気だってお前そう言ったじゃないか。それあなたは。バカ。そんなこと言うか。いい加減なこと言うな。欲張りかね、あたし。どうしたい？叱られちゃって。いいさ、みんなが本気で心配してるんだよ。気にすることはないさ。いけないこと分かってるだろ。なんだ、分からないのか。分からないのか。
ただいま。お兄さん、また子供叱ったの？ご機嫌悪いのね。ダメよ、お兄さん。自分の感情だけで叱るから。かわいそうよ。何が？そんなことしたら子供たちいじけちゃうわ。余計なこと言うな。余計なことじゃないわ。お兄さん、いつだって。人のことはいいんだ。お前、自分の心配しろ。はいはい。ただいま、お帰りなさい。ご機嫌悪いのね。どこ行ったんだろうね。どこ行っちゃったんでしょう。もうお腹も空くでしょうに。そうよ、かわいそうに。まだ帰ってこないのかい。どこ行ったんでしょう。うん、遅いね。もう一度見てくるよ。でもお父様。いや、見てこよう。こんばんは。おばさん。あ、のりこさん。あ、おばさん、うちの子供たちお邪魔してません？いいえ。来ませんでした？ええ。どうかなすった？明るいうち出たっきり、まだ帰ってこないの。まあ、どこいらしたんでしょう。どうしたんです？ねえ、お前、一緒に探してあげたら。そうですね。行きましょう。すいません、お前、その下駄鼻を緩いよ。大丈夫だ。じゃ、あの、もうこんなに暗いんだからね、始まんないから、長谷の方の通りをずっと探してごらんよ。ひょいとして駅の近所か町足の方よく見てごらん。裏駅の方もね。ここだよ。ん？これか。しかし、なんだそんなに怒ったんだい。うん、あんまり怒るなよ。子供は感じやすいからな。うん。怒っちゃいかん。うん。怒っちゃいかん。難しいもんだよ。うん。難しいもんだ。あ、もしもし、さよです。あ、間宮さんですか。どうも。
いらっしゃいます。僕ですか？え、お宅から。どうも。あ、もしもし、俺だ。ああ、そうか、帰ってきたか。ああ、それはよかった。うん、そうか。うん、じゃあもう少しは帰る。おい、帰ってきたぞ。そうか、よかったな。二人とも腹減らして駅前のベンチにぼんやり座ってたそうだ。そうか、かわいそうに。困ったやつらだよ。引けてるよ。あ、それは帰ってやった方がいい。どうも、だんだん俺に似てくるよ。悪いとこばかり似てくる。困ったもんだよ。そんなもんだよ。あ、さっきの話。何？秋田駅の。早速聞いてみてくんないか。向こうでも急いでるんだ。ああ。明日でも聞いてみよう。じゃあ。そうか。おやすみ。じゃあ、頼むよ。ああ。ただいま。みっこ、お利口だな。よいしょ。おんまいとしちゃダメだよ。早かったね。うん。お腹空いてる？うん。いいかい？焼き飯なんだけど。うん。ねえ、おっかさん。何？話があるんだ。なんで？ちょっと座ってくれよ。なんで？秋田行こうと思うんだけど。秋田？うん。出張かい？いや、県立病院の内科部長にならないかって話なんだ。お前がかい？そうだよ。今日間宮さんから話があったんだ。出してある論文も通りそうだし、長くて3、4年の辛抱だったんだけど、どうだろう？お前はどうなの？俺は行くつもりでいるけど、なんなら俺だけ行ったっていいんだよ。そうはいかないよ。じゃあお母さんも行ってくれるか？どうなんだい？そうだね。飽きたね。いやかい。金だって今までよりずっと多いんだよ。どっか東京でないもんかね。そんなお話。ないよ。地方へ出るからあるんだよ。ねえ、おっかさん。俺にはいい話なんだよ。そりゃ分かってるけど。それに飽きた行きゃ、ツツガムシもいるし、リッケッチャーの研究もできるんだ。長くて3、4年でまた帰ってこられるんだ。初めからそういう約束なんだよ。断ればまたいつあるかわからない話なんだよ。どうなんだ、おっかさん。俺は行くよ。いいね。気に入らないとむくれて物を言わなくなる。おっかさん、悪い癖だよ。なんだい？ちょいとそこまで来たもんですから。そう。まあおかけなさい。のりこは？ちょいと出てる。そう。あ、ゆでいらしたわ、真鍋さん。そうかい。鍋何か言ってたか？別に。どうなの？のりこ。何？真鍋さんのお話。ああ、まだはっきりしないんだよ。そう。一度聞いてみてくれないかな、君から。私から？うん。しかしどうなんだい、あいつ一体。何が？あるのかい、広げ。
専務さんご覧になってどう？さあ、あるようなないような昔のやつだよ。昔からあのやつかい。そう。誰かに触れたことないのか。さあ、ないでしょ。あの人学校時分ヘップバーンが好きでプロマイドこんなに集めてたけど。なんだよヘップバーンって。アメリカの女優よ。じゃあ女じゃないか。そうよ。変態か。まさか。いや、そんなとこだよ。昔のやつだよ。少し教えてやれよ。何？いろんなこと。いろんなことって？おとぼけでないよ。何さ、バカにしてるわ。失礼よ、専務さん。どういたしまして。ゆうじ、お茶。はい。おい、コーヒー取ろうか。結構、いらない。遅いわね、のりこ。帰ってこんかもしれんぞ。兄貴の病院寄るって言ってたから。なんだ、意地悪。だったらさっきそう言ってくれりゃいいのに。どうだよ、寿司でも食いに行かないか。そうね。寿司、何好きだよ。まあ、トロね。トロか。ハマどうだよ、ハマグリ。好きよ。のり巻きどうだよ。嫌い。君も変態だよ。昔学生時分よく庄司君と来たんですよ、ここへ。そうで、いつもここへ座ったんですよ。そう。やっぱりあの額がかかってた。早いもんだな。そうね、よく喧嘩もしたけど、私庄司さんとても好きだった。庄司君の手紙があるんです。女中さんの時向こうから来た軍事郵便で、中に麦の方が入っちゃったんです。その時分僕はちょうど麦と兵隊読んでて。その手紙いただけない？あ、あげますよ。あげようと思ってたんだ。ちょうだ。あ、来たわ。待ったかい？うん、そうでもない。行こうか。何食う？僕は何でも結構ですよ。お別れなんだからうんとごちそうしてもらいなさいよ。ああ、するよ。でもあんまり高いもんダメだぞ。ケチ。高いもの必ずしもうまいとは限らんからね。行こうか。どうなった？あたし。ああ、のりこさん。いらっしゃい。さあ、どうぞ。ごめんなさい。みこちゃんおねんねね。ええ。お支度ね。へへ、何ですか、ちっとも手につかなくて。つまらないもんですけど、これうちから。まあそうですか、ご丁寧に。どうもすいません。健吉さんは送別会でまだ帰ってこないんですよ。明日経つっていうのに。おばさんはいついらっしゃるの？ぼちぼち片付けて、片付き次第。そう。
大変ね。長いこといろいろお世話になりまして。うん、おばさん向こう初めて？ええ、うちが鉄道にいたもんですから宇都宮までは行ったことがあるんですけど。そう、でも時期よ、またすぐ帰ってこられるわよ。賢吉もそう言うんですけどね。そりゃそうよ。そうでしょうか。私はもうこのまま賢吉に嫁でももらって一生ここにいたいと思ってたんですけど、実はね、のりこさん怒らないでね、賢吉も内緒にしといてよ。何？いいえね。虫のいいお話なんだけど、あんたのような方に賢吉のお嫁さんになっていただけたらどんなにいいだろうなんて、そんなこと思ったりしてね。そう。ごめんなさい、これ私がお腹の中だけで思った夢みたいな話。怒っちゃダメよ。本当おばさん？何が？本当にそう思ってらした私のこと。ごめんなさい、だから怒らないでって言ったのよ。ねえおばさん、私みたいな売れ残りでいい？え？私でよかったら。本当？ええ、本当ね。ええ、本当よ、本当にするわよ。まあ嬉しい、本当ね。まあよかったよかった、ありがとうありがとう。ものは言ってみるもんね。もし言わなかったらこのままだったかもしれなかった。やっぱりよかったのよ、私がおしゃべりで。うわあ、よかったよかった、私もすっかり安心しちゃった。のりこさん、パン食べない？あんパン。いいえ、私もおいとまするわ。どうして？もう少し待ってよ、もう帰ってくるわよ賢吉。でも私もう帰らないと。そう、本当ね、今の話。ええ、本当なのね、いいのね。ええ、ああよかったよかった。さよなら。そう、おやすみなさい。ありがとうありがとう。なさい。昨日はどうも。明日上の何時？8時45分の青森行きです。そう、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。ただいま。お前そこでのりこさんに会ったろ？うん。のりこさん、なんか言ってた？いや別に。うちに来てくれるってさ、ねえ、うちに来てくれるってさ。ねえお前、私行ってみたんだよ、のりこさんに。行ってみるもんだよ、そうしたら来てくれるってさ。どこへ？うちへだよ。何しに？何しにじゃないよ、お前んとこへだよ、お嫁さんにだよ。嫁に？そうだよ、嬉しいじゃないか。よかったね。私はもう嬉しくて嬉しくて。ねえ嬉しいだろ、私お前がどんなに嬉しいだろうと思ってさ。泣かなくたっていいよ。だってお前そうはいかないよ。お前だって嬉しかったら喜んだらいいじゃないか。嬉しいんだろ、ねえ嬉しいんだろ。嬉しいさ。じゃあもっと喜んだらいいじゃないか、お喜びよ。変な子だよお前は。
のり子まだかな。さっき帰ったようでしたけど。ちょいとお父様。なんだ。お母様も。何？ちょいとしたいだして。なんだ。まあどうぞ。なんだい。のり子が矢部と結婚するって言うんです。健吉君と。ええ、今矢部のおばさんと会って決めてきたって言うんです。だって健吉さん明日お立ちになるんじゃないの。ええ、だから私お話ししてきたの。だってそんな大事なお話あんたよく考えたの。矢部には子供もあるんだぞ。ええ、お前の結婚についてはうち中みんなが心配してるんだ。みんなの心配はお前に分からんことないだろう。どうしてお父さんお母さんだけにでも相談しなかったんだ。お前よく考えたのか。軽率じゃないか。お父さんお母さん何とおっしゃるか知らんけど俺は不賛成だね。だけど私おばさんにそう言われた時ずっと素直にその気持ちになれたの。なんだか急に幸福になれるような気がしたの。だからいいんだと思ったの。だけどあんたさっき言って後悔しないかい。しないと思います。きっとしないな。後でしまったと思うようなことないんだな。ありません。ないな。きっとないんだな。ありません。お父さんお寒くありません。うん。お休みになったら。うん、寝ようか。のんきな子、一人で決めちゃって、はあ、自分一人で大きくなったような気になって、はね、どうなんでしょう。いいんでしょうか。いいんだろう。本人がそう言ってるんだ。でも今のうちだったらまだ。今だったらどうにかなるっていうのか。本人がその気ならしょうがないじゃないか。そんなやつだよあいつは。
ご面会です。応接室にお通ししました。そう。どうも。いい塩梅に腰掛けられてよかったね。ほんと、あれで秋田まで立っていくんじゃ大変ですもんね。運がいいのよ、あの子。なんかご用、おばさん。いいえね。さっきあんまり混んでたもんだから、上野の停車場。何？周りに人がうようよしてるでしょ。まさかね、そんなとこで聞けもしないし。今もデパート歩きながら考えたのよ。何の話？昨夜のこと。だってあんまりうますぎちゃってなんだか夢みたいで。ねえ、お父様お母様もご承知かしら。ええ、お兄様も大丈夫。そう、本当ね。そう、ああよかったよかった。でも健吉さん何と思ってらっしゃるか。誰？健吉。もう大変。あの子だって昨夜よく寝てやしませんよ。夜中にまた一緒にご飯食べちゃったの。そう。おかげさまで私長生きするわ。もうすっかり安心しちゃった。いや、私帰ります。よかったよかった。おばさん、お帰りこっちよ。はは、こっちか。ちょいとそこ引っ張って。いいのかね、あんなふうに一人で決めちゃって。そうですね、何もお子さんになるとこでなくったって。そうですよ、本人はよくったって私たちがついてってなんだかかわいそうな気がしちゃって。私もね、あの子が女学校出た自分からいいお嬢さんだいいお嬢さんだって言われるたんびにどんなところ嫁に行くんだろうと思ってたんだけど、田園調布の篠田さんね、あそこへ伺うたんびに典子もあんな芝生のあるハイカラのうちの奥さんになるんじゃないかなんて思ってたんだけど。そうですね、これだったら専務さんからのお話の方がまだ良かったんじゃないかしらね。そうですね、見当もつきませんよこの頃の若い人は。お出かけ？うん、カナリアの餌買ってくる。いいわ、フミさん。何かないかい、他に買い物。別に。うん。いってらっしゃい。うん。
それでもうあんたその話決めちゃったの？うん。ずいぶん急だったのね。いつ行くの？もう一度秋田から出てくんのよ。それからのことよ。よく思い切ったわね。あんたなんて人とても東京離れられないんじゃないかと思ってた。どうして？だってあんたって人庭に白い草花かなんか植えちゃって、ショパンかなんかかけちゃって、タイルの台所に電気冷蔵庫かなんか置いちゃって、こう開けるとコカ・コーラかなんか並んじゃって、そんな奥さんになるんじゃないかと思ってたのよ。そう私が遊びに行くでしょ。そしたらほらだんだんあの日よけのあるポーチかなんかでさ、あんた真っ白なセーターかなんか着ちゃってさ、スコッチテリアかなんかと遊んでて、垣根越しにハロー、ハワイユーなんて言っちゃって。まさか。うん、私そんな風に決めちゃってたのよ。秋田っておばこでしょ。うん、もんて吐くのよあんた。吐くわよ。マンツマンツおはやなんせ、隣の姉さん、この頃マンヌツイエお天気バリチジーと本当にヤンバダンスな。そんなこと言える？それぐらい喋れねえで何とすけのマンズ。あいや、おらたまぎた。東京から高校さ来たばりで、言葉もちゃんと覚えてるし、マンズ姉さん磨けによらねえあそこどう。だったって、おら秋田さ嫁なって言うなだもの。そんこばし喋れねえで何とすけのおみゃ。よく知ってるわねあんた。だって学校の時佐々木さんそうだったじゃないの。ああ、そうか。ねえ、ほら、いつかお宅の庄司さん、まだスマトラ行く前、みんなで城ヶ島行ったことあったでしょ。うん、あの時の人一緒だったかしら。あの時あの自分から好きだったの？うん、あの自分は好きでも嫌いでもなかったわ。じゃあいつから？いつからってだんだんよ。そう、知っても知らなかった。そうよ、私だって結婚するなんて思わなかったんだもの。じゃあどうしてそんな気になったの？偶然よ。偶然とも言えないんだけど、なんて言ったらいいのかな。ほら、洋裁なんかしててハサミどっか置いちゃって、方々探してなくて目の前にあることあるじゃないの。うん、うちのお母さんなんかしょっちゅうよ、メガネかけてメガネ探してんの。つまりあれね。何が？あんまり近すぎてあの人に気がつかなかったのよ。じゃあやっぱり好きだったんじゃないの？うん、好きとか嫌いとかじゃないのよ。昔から一番よく知ってるし、この人なら信頼できると思ったのよ。それじゃあやっぱり好きだったんじゃないの？うん、違う。この人なら心から安心できるっていう気持ち、あんたわからない？何言ってんの？それが好きだってことなのよ。そうじゃない。そうよ、好きなのよ。惚れちゃったのよあんた。ほんぼれよ。そうかしら。そうさ、ぶつよ、ぶん殴りますよ。いやよ、あんたじゃ痛い。よし、あ、ちょっとお母さん捕まえてよ。なにさ、ねえあやちゃん、あれどこだっけ？なに？ほら、この間のあれよ、こんなのあったじゃないの、黄色いの。私確かにどっか置いといたんだけど。おかみさん、ちょいと。あいや、はいはい。何探しに出したの？わからない。いつもあなのよ。また来るわよ。ねえ、どういうのかしら、ああいうの。あれじゃ心配で私なんかなかなかお嫁にも行けやしない。でもあんたなんてお婿さんもらう人よ。いやよ、今だけお婿さんに来るような人にろくな人いやしない。ほらね、いつもならもういっぺんぐらい来るのよ。そう？でもよかったわね、あんたそんな気に入った人があって。でも大変だと思うわ、これから。いろんなことが不自由だろうし、月々の心配だって容易なことじゃないし、お鍋の底ガリガリこすって真っ黒になって働くのよ。それでセムさんの話どうしたの？断ったの今朝。なんて言ってた？セムさん大変古風なアフレゲルだって笑ってたわ。うまいこと言うわね。今来てんのよ、2階に。そう、その人も一緒よ、真鍋さん。ちょっと見てみない？隣の部屋から覗けんのよ。どう？いやよ。いいじゃないの、面白いじゃないの。ちょいといい男よ。
やめとく。いいわよ。さあ行こう。大丈夫よ。もういいの。もうたくさん。そんなにもお婿さんいらないの。いいってばん。さあ行こう行こう。余ったら私がもらってやる。いいっていいって。ねえ、ダメよ。大丈夫よ。いいってば。いいのかね、決めちゃって。困ったやつですよ。どんなもんかね。なんだかかわいそうな気がして。とにかくもう一度、あいつの気持ちよく聞いてみるんですね。まあそうだね。あいつだって決めちゃったものの、また考えてるかもしれませんよ。ただいま。ただいま。遅くなっちゃって。おかえりなさい。あやんとか寄ってきたの。そう。ご飯は？少しお茶漬け食べようかしら。そう。お姉さんいいの。私します。あの配調に入ってます。コロッケ。そう、すいません。いただきます。ねえ、あの人に子供があること心配してらっしゃるんじゃない？それもあるわ。でもいいの。それはいいのよ。でもお母様なんかとてもあなたはかわいそうだって。夕べもご飯の後台所で涙拭いてらした。私子供大好きだし。だけどお父様お母様そう思いならないわ。みっこちゃんだって
だんだん大きくなるでしょうし、あなたに赤ちゃんでもできれば。大丈夫、そのことも私よく考えたの。きっとうまくやっていけるわ。どこにだってよくあることだし、私にできないことないと思うの。でも大丈夫、大丈夫よお姉さん、自信あるの私。どう、そんならいいけど。それに私のんきなのかしら。お金のないことだって人が言うほど苦労にならないと思うの。平気なのよ。じゃあいいのね。ええ、だったら私もう何も心配しない。本当はねお姉さん、私40にもなってまだ一人でブラブラしてるような男の人ってあんまり信用できないの。子供ぐらいある人の方がかえって信頼できると思うのよ。偉いわのりこさん。どうして？私なんか何にも考えないダメに来ちゃった。でも私が言っちゃったうちの方どうなのかしら。そんなこと気にしなくたっていいのよ。お父様お母様、あなたの幸せだけを考えてらっしゃるのよ。そんなこと心配しなくてもいいのよ。だけどお姉さん大変だと思うわ、いろんなこと。うん、平気よ。競争よこれから、あんたと。何？やりくり競争。負けないわよ。私も負けない。もう食べちゃダメよショートケーキ。当たり前よ、あんな高いもの。でももらったら食べる。そうかい、よく来てくれたな。いや、おめでとう。どうも長い間いろいろお世話になりまして。いや、こっちこそどうも。どうだい、あやでも呼んでどっか飯でも食おうか。え、あの、せっかくですけど私。そうかい、向こう行ってまた東京へ出てくるようなことあったら寄ってくれよ。は、ありがとうございます。じゃあ、まあせいぜい大事にしてやれよ、旦那様。鍋のやつ、がっかりするかもしれんけど、まあいいや。しかし、もし俺だったらどうだい。もっと若くてしてるもんだったら。ダメか、やっぱり。よく見とけよ、東京。東京もなかなかいいぞ。またかぶるの？どっちにしようかな。向いてらっしゃい。はい。
どうぞこちらをご覧くださいまして。イサムちゃん動いちゃダメよ。はい、お母様もう少し顎を引きになって。はい、参ります。どうも。どうも。写真屋さん、もう一枚お願いしたいの。お父様とお母様だけ。ああ、つらい。そうかい。じゃあ。そうですか。お父様お母様。ハハハ、開かしちゃいけないよ。何年ぶりかしら。食べたね。イサムちゃん、どこ行くの？うんこ。こんなことなら矢部を秋田へやるんじゃなかったよ。でもそれはいいんだよ、お兄さん。遠くへ行くんで私の気持ちも決まったの。いや、3、4年なんてすぐだよ。そうですね。早いからな。この家へ来てからだってもう足掛け16年になるものね。そうですね。のりちゃんが小学校出た年の春でしたからね。そうだよ。みのりよりちょいと大きいくらいだったからね。こんなところにチョコンとリボンなんかくっつけてよく雨降りお月様なんか歌ってましたよ。うん、かわいかったわね。いや、みんな大きくなっていくよ。おいちゃんどうするんだい？やっぱりここで開業しようと思うんです。そう。じゃあ今のお勤めの方は？いや、あれはあれで夜だけでも。そう。いや、別れ別れになるけど、またいつか一緒になるさ。いつまでもみんなでこうしていられりゃいいんだけど、そうもいかんしね。お父さんもお母さんもまた時々は大和から出てきてくださいよ。うん。すいません、私のため。いや、お前のせいじゃないよ。いつかはこうなるんだよ。のりちゃん、体を大事にね。秋田は寒いんだって言うから。ああ、本当に気をつけておくれよ。大事にな。そうすりゃいつかまたみんな会えるさ。
おい、ちょいと見てごらん。お嫁さんが行くよ。どんなとこへ片付くんでしょうね。のり子、どうしてるでしょう。みんな離れ離れになっちゃったけれど、しかしまあ私たちはいい方だよ。ええ。いろんなことがあって、長い間。欲を言えばキリがないが。ええ。でも本当に幸せでした。